皆さんこんにちは。今日はお祝いの時やおもてなし料理の定番として韓国でよく作られるチャプチェをご紹介します。材料はこちらです。ヤンニョムを作ります。醤油、ニンニク、ごま油、みりん、よく混ぜます。ここに細切りした豚肉を漬け込みます。乾燥キクラゲは水で戻して食べやすい大きさにカットしておきます。植物油を敷いて玉ねぎと人参、キクラゲをそれぞれ別々に炒めます。ヤンニョムにつけておいた豚肉も炒めます。タンミョンを指定通りの時間で茹でます。茹で上がったタンミョンは水気を切って温かいうちに食べやすい大きさに切りまして、醤油、ごま油、砂糖を加えて混ぜ合わせておきます。大きなフライパンもしくは鍋にタンミョンを入れて、炒めた玉ねぎ、人参、キクラゲ、豚肉、生のニラを加えて1分ほど炒めていきます。塩コショウで味を整えて、白ごまを振れば出来上がりです。韓国の春雨炒めチャプチェの完成です。ではいただきます。この甘さとしょっぱさがちょうど美味しい。これはどんどん食べれちゃう。美味しすぎて、2人分で作ったんですけど、ちょっと一皿全部一人で食べれちゃいそうです。今日は韓国の春雨炒めチャプチェを作りました。美味しく作るコツは、材料をそれぞれ別々に炒めること。そうすることで仕上がりの色合いも綺麗ですし、素材の味を引き出すことができると思います。それではまた。